Japanese. How's it going, Saki? Super! Super! Yes, yes, yes! Exciting cameraman. Yeah. スローはいつから名前言わなくなったの？ハルキ言わなかった？スーパーしか言ってないよ。スーパー最近ね、分かってきてる。スローおー、まあこれも基礎があってのこれですからね。間違いない。基礎がないとできないから。はい、ということでですね、今日はね、ダンススタジオに来てます。はい、企画の方がですね、あんまつかめてないんだけど、今日はヤングの持ち込みですよね。そうです。まあ嫌なのに感謝しない。第1回ダンス君ダンススタジオで振り付けガチ踊り、イエーイ。はい、わざわざスタジオも借りまして。そうですね、曲まだ俺ら聞かされてないんですよ。そうですね。じゃあ曲名後にしよっか。とりあえずじゃあ流れを説明して、この後曲を聴くわけでしょ。で、振り付けがあるからそれを完成度高めてみんなでガチで踊ろうっていう企画です。俺らに何させたいの？ずっとさ、振り付け踊らせてさ。で、お金を稼いでほしい。俺らさ、普段こう何、家とかでさ、ヤングってふざけてさ、曲でこうガチ踊りするじゃん。それのダンススタジオ版ってことでしょ。場所が変わっただけだから。でも曲が大事だけどね。ヒップホップって聞いてますよ。うん、スリムが好きな曲。あー、いや、スローかな。スローは好きだわ。俺が好きな、スローはある種好きかもしんない。俺が好きな曲。え、どんぐりコロコロ。何聞いてんの？いつから進んでないですか？それは失礼じゃない。泣いちゃった泣いちゃった先生に。僕たち全然だましらないんで、ヤング手に回して。わー、映っちゃった。せーの、いっちゃって。ジャパニーズ。はい、じゃあ曲流しますよ。お願いします。俺が好きってやつでしょ。スローがある意味好きか。もう絶対ヒップホップじゃないじゃん。いやー、はい、これマジで大事だよ。えマジで、きっとこれです。はい、これトリプルエッド、TWICE の I can't stop me です。なるほどね。終わり終わり終わり、解散。レッツゴー。やってくれたな、お前。マジでやだ。レッツゴー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 。もうやってくれたな。悩んで悩んでな、おい、もう行って。あ、全然好きにやって。好きにやってじゃなくて、もうすげえやだ。いや、やりません。始まった以上しょうがない。じゃあ、割れるよ。タイマスみたいな。今回 TWICE の曲でガチの振り付け踊りまあせん。なんでだ、なんでだよ。いろいろなんでだよ。お前は誰任せなんだよ。ちょっと、お、すげえピースしてる。すげえピースしてんじゃん。どうしたの、ピースしてんの。何、乳首恥ずかしい。すげえ、スロー好きでしょ。前好きだった。すっげえ前好きだったじゃん。すっごい昔。だって可愛いんだもん。だって結婚した人いるでしょ。うん、いる。誰？これピン入れてよ、うん、サナ。サナ。いいとこなんかないよ。仮にもなら中退を晒す。かっこいいことさせてよ、俺ら。だってミーティングで言うなよ。それより先言うなよ。これは定番だし、人気もあるからさ、視聴者のニーズに応える意味でも。これをかっこよくやればいいだけでしょ。そう。俺的にね、一番最初の NiziU がやっぱ一番クオリティも含めて良かったんじゃないかっていうね。マジで味締めすぎだろ。完全締めサバ状態ですね、角田。え面白かったでしょ、今。締めサバ状態。あんま受けてねえな。いきますか、そう。締めサバの人とはできない。締めサバの人ではないんですよね。よし、覚えろ、お前ら行け。メイベージャパニーズ。はい、突然始まりました、また。なんかいつもより女性っぽくない？ほらすごい多い境だけど、忍者は。もうなんかやってる風にすんなったじゃん。これどっからどこまで踊った？とりあえずサビからキレがいいとこまでいいんじゃない？これクズなんすか？え、何？コンビニで唐揚げ棒食べに行こうって言ったんですけど。クズじゃん。え、ひどいんだけど。どうしたの？ひどいよ、さすがに。待って、さすがにひどい。どうした、誰、どうしたの？怒った、うわ。さあ、今のは何でしょうか？カブトムシ。天丼取りに行った親子だよ。え、やばく打つ、やばくやばいけど、
スローしか最初仕事しないんだよね。前回の BTS 水曜良かったって言ったらしちゃったんだよ。頑張れ。これはやばいって。これね、ちゃんとこの角度とかを意識してやらないとクオリティをね、求める。クオリティやっぱ見て上げるって大事だから。こんなダンスしたらね、食いついちゃうよ。もう餌みたいなもんでしょ、魚が食いついちゃう、こんなね、ねえ、するおー、セルフセルフセルフ、コンビニ行こうぜどうしてザキル一回ちょっとリセット。リセット？2人がこんなやってるのにお前リセットしてるの。邪念があるね。邪念があるからよくない。ジュヤング一回見せて。じゃはい、じゃあここで追加ルール。追加ルール、集合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 。あの、踊ってみたそっち系のやっぱちょっとマンネリ化が進んでるなって思った。何もしてないよ、マンネリなんて。今回はレベルがヤバすぎるっていうことで、間違えたら座ってください、その場で。最後に残った人にご褒美。3人とも残ったら俺がなんかランボルギーニ買ったけど。じゃあ俺はモルシェがいいかも。よく出してくる。ただやったらそれスローがさ、一挙じゃん、覚えてやってるんだよね。だからフリースタイルで一番かましたやつに加点されるっていうシステムなんだ。きたーえ、じゃあさ、じゃあさ、フリースタイルの手前まで踊り切れた人も参加し、参加し、間違いないフリースタイルをかませる。それ、僕が一番いい。こっからです、こっから、こっからフリースタイルっていう感じですね。だからルールとしては踊り切れるかっていうのと、フリースタイルで誰がかませるかっていう、この2項目で。一番ビリ何するんですか。掃除&コンビニで好きなもの数え放題。結構いい感じじゃない。練習が終わりました。じゃあちょっとさ、本番取るときさ、絶対前のやつが不利になる。ジャンケンで勝ったやつがこちらやるでしょ。じゃあいきますよ、せーの。じゃあジャンケンジャンケンぽいせーの、最初パーあーきた、出た。マジでやられるぽい。せーの、最初グー。右後ろ、左後ろ、出た、定位置。やっぱ前は避けたかと思ったらジャンケンが前です。本当にある思惑があるんだよ。テキーラで死んでるから、みんなに迷惑かけられないよ。うわ、マジでやだ、すげえ怖え。いくか、じゃあ。うわ、やべえ。
ちゃんとした音源で。確かに。もう一回ちゃんとやろう。もう一回ちゃんとやろう。認められたテイク2というか。そう。だー。いきますよ。テイク2。いくぞ。はい、誰も脱落しなかったことがまずすごいと思います。すごいマジで。いやーこれ順位いらないでしょ。じゃあ1位だけ決めろ。もういいね。でもビリとか大事やん。これもうみんなやりきったし。それでは MVP を発表します。スローボーイ。おお、スリムが。おい、ヤング、いい加減しろよ。今までの踊ってみたらもう全部いいんだよ。もうあったことだから。そうね、裏で詰めただろ、この間。もう次はないぞって。意外と良かったなって言ってたけど、みんな。誰が言った？みんな言ってたよ。意外と良かった。なんで俺がいないところでそんな話して。俺は結構キレたじゃん。意外と再生数も取れてるし、意外といいなって。誰が言った？まあ、みんなで話したって結構そうなってる。俺はいなかったでしょ。いたけど。いないって言って。いなかった。なんだこれ。なんだよ。